はい、じゃあ、改めまして、こんばんは、ハンドです。今日はね、MSX2 の SD スナッチャーをやっていこうと思います。今日はちょっとコントローラーを挿して、コントローラーで操作してみようかなと思います。ゲームの方の、音の、バランス、あ、ちょっと音ちっちゃいか。ちょっとね、G っていうノイズ音が何も無音の状態の時にね、入ってるんで、それをちょっと消そうかなと思って、ノイズゲート入れてみたんですけど。わ、めっちゃ音ちっちゃいな。これはちょっとダメですね。初回のね、前半、ちょっと BGM でかすぎて、ちょっと聞きづらい、かなり聞きづらいなっていうのがあったんで、ちょっとボリュームについては、ちゃんと調整したいんですよね。後半のバランスだと多分このぐらいだったと思うんですけど。よし、じゃあ、気を取り直して、行きましょうか。ロビンは使用しなくていいね。YouTube の動画の方の、方ではカットし、今までのところカットしてると思うんですけども、ちょっと何をしてたかっていうとね、設定をちょっと今作り直してて、音のバランスとかエフェクトをね、調整していました。調整していましたっていうか、まあ、今現在調整している最中でして、音のバランスは自分で、後でね、動画を見直してみないとね、わからないところもあるんですけど、うん。まあ、音の大きさ自体は大丈夫そうかな。よし。じゃあね、ギブスンをね、ほったらかしてるまんまなんで、ギブスンを助けに行くというところなんですが、ああ、お金が1000ドルあるから次の装備を変えるよねっていう話もあったんだけど、弾がね、あ、弾補充しないとダメだな。ちょっとまあ、もうちょっとお金貯めないと次の装備は無理かな。おやっさん、弾くれよ。あとは、さっき爆弾1個使ったんだよね。これか。一応、見た感じ、まあ、複数の敵にも攻撃を与えられる武器なんで、一応持っといた方がいいかな。よし。それと、あ、そうだ。なんだっけ、ジャンカーズハイ。ジャンカーズハイは4つしかない。よし、これもちょっと補充した方がいいですね。まあ、どっちにしてもこんな感じじゃ新しい装備なんてとてもとても買えなかったですね。何個ぐらい持っていこうかね。これでいいか。よし、じゃあジェミ行ってくるぜ。コントローラーで操作するようにしたんで、どうだろう。前回までみたいに、キーをね、ガチャガチャ押してる音が、これで入らなくなったと思うんですけど、まあ、あれはあれで、ある意味演出ってところもあったんですけど、あ、ちょっと操作しづらいな。何この動き。横向いてんのになんか、ああ、斜めか。斜め操作あんだね。ちょっとまっすぐ入らなかっ
たりですとか、やっぱりクッてあのコントローラーを押した瞬間はそっちの方を向くだけで動き出すまでにはちょっとやっぱ時間かかりますね。まあ、それは変わんないね、当たり前だけど。よっしゃ、じゃあ工場あと行きます。そういえば前回あれからマニュアルを読んでみたんですけども、スピードに関してはね、あのやっぱり動き回ったりとかする確率が上がっちゃうみたいですね。自分よりもスピあやべ自分よりも速いと、ああ違う見えこあのカーソルが見えんかった。自分よりスピードが高いと頻繁に動き回られちゃうみたいです。お50発分のエネルギーを発見しました。え、そんなことあるんだ。お初めてですよ。あ、誰お前、何こいつ。さっきそこのドアからあんたと同じようなコートを着たやつが入っていったぞ。怪我しているみたいじゃったな。おう、なんかあれかな、レゲエのおじさんですかね。あ、ここにもいる。ん？この工場の中に入りたいんか。わしら専用の入り口があるでな。それを使いなさるとえ。角材が立てかけてあるじゃろ。その後ろですじゃ。なんかあのファンタジー系のなんかあの RPG のね、街の人みたいな口調ですけど。おお。しかし MSX のゲーム全体に言えることなんですけど、どうしてもね、スクロールし始めると動きがガクッと遅くなっちゃうんですよね。この辺のやつってあれなのかね。ターボ R とかだと、なんか、ならないようになったりするんですかね。でも、あれか、ターボ R って言ったって、MSX2 のゲーム遊ぶときは普通は自動的に Z80 モードになる。だったらあんま変わんないってことかな。うちの会社の同僚がね、MSX2 のソーサリアンやるときはターボ R じゃないとやってらんないと思いますよ、みたいなことを言ってたんですけど、これなんだ。ああ、ドラクエ2とかみたいなシステムかな。なんか、先が見えないっていうか。わあ、こんな序盤の方からなんていうか、いろんな敵出てくるんだね。あそこが、あれか、攻撃するポイントか。あ、いや。痛い。あ、そこからも攻撃できるのか。なんかアンテナっぽいものもあるね。ちょっとこれで動き遅くなったから。よっしゃ。よし、いいぞ。お、下にも動くんだ。ランクアップ。ここんとこ、龍が如く7とかね、FF7 リメイクとかやってたんで、FF7 リメイクは違うけど、龍が如く7やってた、あれ、レベルアップするとね、回復するんですよね。それに慣れちゃってたから、
なんかレベルアップすると回復してほしいなって思っちゃうようになっちゃいましたね。昔は結構珍しかったですよね。女神転生とかレベルアップすると回復するなんか代表的なゲームってイメージですね、自分の中だと。よし、これ多分ね、レベルアップっていうか、稼がないと、そのうち厳しいバランスになるような感じはしますね。この前の感じからして。なので、一応、ドロップですか。一応前回もそうだったですけども、編集してね、なるべく、見るのかったるくならないようにしたいなと思います。これ何？何でもないのか。あ、こっちか。前回、俺にはね、珍しく、結構、カットが多いような感じの編集にしたんですけど、どうだったですかね。まあ、悪くなければ、前回と同じような方針で編集していこうかなと思うんですけど、まあ、おそらくというか、今回もそういう編集になってるとは思うんですけどね。このぐらいサクサク倒せると、あんまストレスもたまらなくていいんですけどね。ああ。あ、いやいやいや。お、カメラ壊したはずなのに、たかがメインカメラを壊されただけだみたいな。あ、いや、本当にちょっと心の目が、心眼が開いてるのか。あれ？これでも死なないのか？すごいね。よし。あれ、下に移動してるんじゃなくて、落っこったのか？落っこったっていう演出なのかな？これなんだ？ただの背景か。あ？あ。ああ、宝箱か。そういえば、あれだね。血の跡が、見当たらないですね。こっちじゃないのかな？あれ、でも、他に道なんかあるのかな？左の方か。こっちか。あ、あ？これ血の跡？違うか。回復していこうかな。ちょっと怪しいような気もするけど。さっきセーブしたからいいか。
これやっぱ血の跡だよね、これね。お？回復ポイントかと思った。おっと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 。わあ。これ明確にやっぱ自分の方追っかけてきてますよね。すんごい動くけど、これ射撃下手っぴな個体ですね。そろそろ本当に回復しないとやばいかな。よし、じゃあ回復しとこう。広いね。あ、ってか、ここでもないのか。お金、250ドルを発見しました。お、またし、新手ですね。あれ？ここはカメラじゃないのか？あれ、なんかカチッと音してる？聞いてないのかな？なんかカチッと音してるよね。聞いてないのか。あ、やっぱなんかダメージ当たってないくさい。これはかなわないのか。逃げよう。え、逃げられません。マジで。逃げれたみたいだけど、次のやつにぶつかった。ちょっとしばらくはさ、無敵状態の時間をくださいよ。逃げれるかな、さっきのやつ。大丈夫かな。あ、逃げれたけど。ロックされています。マジ？ちょ、待ってくれよ。あいつと戦えないでよ、まだ。おい。そっか、ロックされとるか。ふぅ。画面切り替えちゃうと生き返っちゃうんかな？わあ、いっぱいいるね。お、なんだあいつは。わしはこの工場跡の管理人をしとったんじゃ。工場が閉鎖されてもここにずっと住み着いとる。なんでだよ、お前。まずいでしょ、そりゃ。あんたと同じようなコートを着た人と、2メートルある大男が争っとったぞ。あんた、ジャンカーじゃろ。
助けに行った方がええぞ。ほれ、この鍵を持ってきなされ。この工場のマスターキーじゃ。これがないと途中のドア開けられんでな。じゃあ、ジャンはどうやって入ったんだって。よし、じゃあここで、セーブしとこう。昨今の生ぬるいゲームとは違ってね、クリアした後も敵がいなくなったりしない可能性があるのがね、帰り道もまた怖いんだよね。おじさん。はよ、助けに行ってあげや。関西弁かよ。わわわわ。ああ、ダメだ。わあ、ついてくる。痛い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 。こいつ、この個体の、優秀な個体ですね。よし、ロックされています。さっきのマスターキーはここの鍵ですね。開きました。よし、ちょっといくらなんでもあれだから回復しましょう。よし。もうそろそろイベントかな。通信だ。ジャンからです。つなぎます。ユリアン、スナッチャーを発見、追跡中。私一人では。いた、うん、無理だ。応援頼む。ジャンは怪我をしています。急いだ方が良さそうですね。だから初めから二人で行こうっつったのにさ。まだできんのか。こう奥まで来ると、さっきのもう一歩行ってない方はどうだったのか気になりますけど。わーっていうかまだ。まだ若干かい。
あー、ラジコンみたいなやつですね。巻きびしを持ってきたんで、巻きびしを巻いてみよう。ほら。あー、あっちに行かなくなるってことかな。あや。踏んだぞ。ああ、そういうことね。いやいやいや、食らうな。ああ、もう腹立つな、こいつ。やられちゃいそうだな。やられましたね。ちょっとこいつ強いな。よし、じゃあさっきこっち行ってなかったんで、こっち行ってみましょう。ああ、アイテムがあるだけか。でもよかったな。薬を2個発見しました。やった。うん。これは、死んだ甲斐がありましたね。この下だっけ？敵いたの？いた。ああ、この野郎。あ、なにこいつ？こいつも初めての敵だ。やっぱ早いよな。やっぱ早そうだもん。足速いやつってさ、足を先にやった方がいいって言うけど、そもそもそれが当たらないんだよな。硬いね。やっぱあれかな、この先になるとちょっとこの武器では心もとないんでしょうか。痛い痛い痛い。そう、往生際の悪いやつだ。あそこのスピードなんだ。なんか、あ、エンジンか、あれ。うぅ、ランクアップ。早い。いやー、こいつやべえな、本当に。10以上減ったぞ今。待って、殺されちゃう。
この武器で結構きついって言ってもね、今更武器を新しいものに買いに行こうかとかさ、できないからね。できないか。お、敵自爆したんかい。ダメだよ、自爆しちゃ。自爆されるとね、前回も言いましたけど、わお、お金が手に、お金じゃねえや、経験値がね、手に入んないんで、いつのダンジョンの中でこんなに敵の、なんていうの、強さが上がってくってのもすごいですね。あ、全開しなくなっちゃったのか。こんなのにこんなに苦戦しててギリアンは大丈夫なのか、スナッチャーに対抗できるんでしょうか。わわわわわわ、またなんか強そうなん出てきたな。うわぁ、いやーほんと食らうなぁ、きついっすなぁ。大丈夫かな？不安になってきたわ。こいつ空中いけるからな。あの、なんだっけ？これ使えるのかな？あや？意味なかった？あ、あれや、照明弾だ。そう、照明弾、まあ松明か、無駄にしてしまいましたね。はえ、あいつミリアン、誰か言い争っています。壁の向こうからです。また会えたな、バランパーネット。いや、スナッチャー、今度こそ逃がさんぞ。殺された妻のアリスの仇だ。逃さんだと？まだ立場を理解していないようだな、キブス。この前のクイーン病院では迂闊だったが、今度こそ確実に殺してやる。心配するな。アリスのところへ送ってやる。ギブスン。銃声。メタル、中はどうなっているんだ？ギブスンは？イリアン、三つあった動体反応が一つ消えています。ギリアン、なんとかして中に入らないと。誰だ、そこにいるのは。おいや、うわあ、なんだ。うわあ、なんか出てきた。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。こいつ倒した後にまたスナッチャーが改めてあるんじゃないのかな。
うわ、強そうや。ちょっとなんか月光みたいな感じするね。なんか足の感じとか。あれが攻撃してくるポイント。攻撃力は、うわ、半端じゃないな。焼け石に水じゃねえか。こんなに薬ばっか飲んでたらもうほんと、薬漬けになっちゃいそうだな、ほんと。それこそジャンカーズハイだよ。うわ、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 うわ。あそこも、攻撃するポイントだったんですね。あれは何なん？くるくる回ってんの。あ、レーダーかなんか。よしよし。よしよし。だいぶ攻撃力が落ちてきたんじゃないか。よし、壊した。いいぞ。うわ。いや、だいぶ落ちたとはいえだよ。マジか。うわ、これ。いや、ちょっと待ってくださいよ。一撃で半分以下になるって。ずるくね。あっち潰さなきゃよかったのかな、逆に。ああ、食らう。これはやばいな。よし、爆弾を使っちゃうか。使っちゃうか。それでもこれか。スピード19か。あー、来るな。あー、当たった。もう言いたくなりますよ。防御力はゼロになってる状態でこれか。結構やっぱ元が硬いってことなのかね。よし。あ、攻撃力だいぶ落ちたな。あれ、攻撃力をね、完全に落とし切っちゃえば、なんとかなるかな。爆弾使っちゃったからさ、もし次にスナッチャー戦があるとしたら、もう、
ちょっと、レベル上げ、またしなきゃいけない感じかな。よし、壊した。やった。なんとかなるか？あとは？こいつも自爆するんじゃないだろうな。弾がなくなっちゃうな、こっちの。やっぱここもスピード落ちるのか。これエンジンか。よしよし。よしよしよし。しかし硬えな。どこが一番柔らかいんだろうな。どこも柔らかくないな。こんだけ V 破壊しててもまだ生きてんのか。だんだん壊せるポイントがなくなってきちゃうもんね。まあでも足も潰したし。おっ、ふぅ、とりあえずこれでスナッチャーと戦わなくていいっていう展開になっててほしいんだけど。うわー、いるがな。あ、逃げた。っていうか、あらー、やられちゃってる。うわ、ちょっと。ああ、ギブスン。首がねじ切られています。ひどいことをしやがる。ビリアン、さっきの男を追いかけましょう。仲間の死を嘆くよりも、スナッチャーのジャンク。それがジャンカーです。とは言ってもな、一対一じゃこうなっちゃう。ギリアンもこうなっちゃうのがオチなんじゃないのか。だいたいね、生身の人間一人で行くっていうのがね、そういえば、今日からね、ゴールデンウィークなんですけどね、まあ、長いこと、自宅待機というか、自宅勤務、テレワーク、なので、あんまりね、なんかゴールデンウィーク入ったぜっていう感じしないですけど、なんかでも今日からちょっと、なんか部屋が暑いな。お。誰もいません。ここ以外に出入り口は見当たらないのですが、さっきの男はどこに消えてしまったのでしょうか。この先ないんだ。そっか。ジャンが持っている
武器をちょっと拝借したいな。心もとないし、ジャンカーズハイも持ってないのかな。わあ、早えよ。めっちゃこっち、ほら。あ、こっち来そうで怖い。やっぱ、無理だな、これな。避けらんないわな。スピードは互角か。よし。ああ、レベル上がったから、多少、楽になったかな。うわあ。うわあ、いっぱいいるよ。早いし、しかも、なんかみんな敵が早いよ。逃げろ。逃げろ。なんでそっち行くんだ。おお。コントローラーがさ、焦るとなんか、斜め入っちゃうんだよな。ん？おう。入り口のところかな。はあ、なんとか生きて帰ってこれた。はあ、きついですね。お金も結構溜まってるな。よし、これで次の装備も買えるかな。およさん。旦那さん。旦那さん。わし腹ペコペコですねん。腹ペコペコですねん。なんでみんな関西弁なんだよ。旦那さん、旦那さん、わし腹ペコペコですね。やはり、スナッチャーの男を目撃したやつはいなさそうですね。ああ、もう。まあでももうね、さすがにこいつはそんな怖くないな。よし。やっぱね、雑魚戦はこのぐらいのバランスが大好きですよ。わわわわ、いっぱいいるな、おい。よし、ジャンカー本部に戻りましょう。BGM がやっぱ変わるんだね。本家でも。てかさ、まあ、この曲はすごくいいし、言うことないんですけど、さっきのね、ギブスの死んだあの絵はないよな。合わなさすぎるでしょ。聞いたわ、ユリアン。ジャンが、スナッチャーに殺されたそうね。彼、すごくいい人だったわ。リリアン、局長があなたに、あなたが帰ってきたらすぐ局長室で来るようにって、辛いだろうけど、頑張って。よし、行きましょう。ご苦労だったな、シード君。あの状況で君が間に合わなかったのは仕方がなかった。しかし、またもや優秀なランナーを失ってしまうとは、非常に残念だ。イブスンは君が来るまでたった一人でこのシティを守ってきたんだからな。悔やんでばかりいても始まらん。捜査を続けるとしよう。
まずギブスンの残したアウターヘブンとナポレオンという言葉だが、私にも見当がつかん。調べてはみるが時間がかかるだろう。その間に君はギブスンの自宅を調べてもらいたい。彼のことだ。逃げた大男についての情報を残しているかもしれん。ギブスンの自宅は本部の東にある三つ目のマンションだ。彼はメモマだったからな。人メモや日記からスナッチャーの手がかりが得られるに違いない。それから、ギブスンには一人娘がいる。カトリーヌという名前なんだが、実はカトリーヌに連絡が通じんのだ。何かあったのかもしれん。彼女は心配だ。何もなければいいが。メモマだったんだ。その設定は、ちょっと知らんかったけど、家を探せってメモがありましたけどね。よし、何があるかわからないですからね。もうこんだけしかないから。よし。10個は持っとかないと心配だわ。ギリアン、ジャンカーって、やっぱり、危険な仕事なのね。いつあなたがギブスンさんと同じことになってしまうかって、心配で。やっぱり、女って損ね。できることと言ったら心配することだけですもの。そんなことはないさ。君も立派なジャンカーだ。そういえば、おやっさんもね、本家ではだいぶ落ち込んでましたけど。あ、ジャンが、ジャンが死んでしもうた。ジャンとは一番の友じゃった。娘思いのいいやつちゃったのに。スナッチャーめ。奴らはジャンから幸福を奪い、そして命までも。ギリアン、ジャンの仇を討ってやってくれ。わしにできることと言ったら、武器を作ることぐらいしかできん。ああ、本家と違って飲んだくれてはいないですね。前向きに仕事をしてくれるみたいですね。ギブスンさんは本当にいい人でした。優しくしてもらっていたのに。あんまり好きじゃなかったのかな。武器か。よし、まあこの1000円のレーザータイプの武器を買おうか。よし。で、弾もね。よし。それと、2個持っとくか。よし。はい、まあ、ギブスンはね、やっぱりというかまあ、間に合わなかったですね。やっぱりギブスンとはね、縁がなかったのかな。SD スナッチャーの方でも、こういった結果になってしまいましたね。次は、ギブスンの家に行って、何かしらの情報をね、得ましょうと。アウターヘブンとナポレオンのことについてですね。はい。じゃあ今回これまでで、今回は、これで終わりにします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。